台風8号ですけれども、今日のお昼頃に静岡県に上陸する可能性が高くなってきました。その後関東地方を縦断していく予想でして、特に大雨に対して厳重な警戒が必要となり、なります。午前6時現在の位置ですけれども、静岡県の御前崎の南西およそ200キロの海上に台風の中心があります。でこの後だんだんと、北東方向に進んでいく予想でして、お昼頃にはこの辺り静岡県付近ですね、さらに夕方から夜にかけては関東地方を横断あるいは縦断していくことになりそうです。この台風ですけれども、最大風速20メートル最大瞬間風速30メートルとなっておりまして、沿岸部中心に強風に対してまずお気をつけください。特に台風の進行方向の右側ですね、こちらの方でこの黄色い円強風域の範囲がかなり広いのが特徴です。静岡県から関東にかけてがまず風の強まりが広く想定されます。そしてもう一つ警戒を要するのが雨なんですね。雨雲の動きご覧いただきますと、活発な雲が今も静岡県に既にかかっておりますけれども、さらに北東方向に進んでいく予想です。関東に関しては特に今日の夕方頃から夜にかけての雨雲の強まりに対して警戒をしてください。各地1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る予想です。東京の都心などでもかなりの降り方になる恐れがあります。特にですね、静岡県もうすでに200ミリ以上の雨が降っております。さらにそこに250ミリぐらいの雨の降るところ出てきそうですし、関東の平野部東京の都心などでも向こう24時間でさらに150ミリぐらいの雨が予想されます。かなり雨による地盤の緩みや河川の増水、これに対しての警戒が必要となるんですけれども、今日ですね、もし外出するような場合、こういった影響が予想されるんですね。こちら歩いて外出した時の、台風の被害影響予測の図になります。このように、関東から静岡県にかけて大きくですね、黄色いエリアが広がっておりますけれども、こちらは低地やアンダーパスの冠水というところが予想されます。歩いて外出もそうなんですけれども、車で出かけるのも危険なレベルになる可能性があります。その他関東の北部になりますと、局地的な、道路冠水、この緑のエリアですね、大きく広がるなど、台風の中心付近とその東側での雨による影響というのが考えられます。もちろんこれに地盤の緩みですね、土砂災害ですとか、今度は河川の増水や氾濫、そういった恐れもありますので、今回の台風勢力こそそれほど強くはないものの、雨雲はかなり強いというふうにお考えいただければと思います。最新の気象情報や台風情報についてはお天気アプリウェザーニュースでも随時ご確認いただけます。